浦和うなこちゃんは、埼玉県埼玉市浦和区のマスコットキャラクターである。柳瀬隆の作で、埼玉観光大使である。江戸時代の頃、中仙道浦和塾からやや離れた場所に、うなぎの取れる沼地が多く、旅人や釣り客に提供していたことから、うなぎのかば焼き発祥の地と言われてきた。埼玉県立文書館所像の間いだけ文書には、 キー判定にうなぎを献上していたことが記されている。他、浦和塾絵図には、かばやき賞の名が記載されており、現在に至るまで、浦和名物として、市民や来訪者に親しまれている。2003年頃に、浦和名物のうなぎを PR するキャラクターを、うなぎ店の中村屋の店主が漫画家の柳瀬隆に、依頼し、うなこちゃんが考案された。同時に、柳瀬は、PR ソングとして、 うなぎこうたとうなぎぬらぬらソングの作詞及び作曲も手掛けた。埼玉市の伝統産業として浦和のうなぎが指定されている。浦和区を中心にした市内のうなぎ料理店約30店が加入する浦和のうなぎを育てる会が2008年5月に浦和駅西口にうなこちゃんの石像を作成し、埼玉市に寄贈した。なお、設置にかかる工事費は 市が負担した。5月23日に前夜祭りが開催され、うなこちゃんの着ぐるみがアンパンマンやバイキンマンなどと共演した。5月24日各自に駅、西口改札前において、柳瀬道石の元石像の除幕式が開催された。また、浦和のうなぎを育てる会は、駅にあるものと同じデザインで、小型の石像25体を製作し、そのうちの一体を、 翌年の2009年5月3日に別所沼公園に寄贈した。その後浦和のキャラクターとして浸透し、埼玉市役所前では2002年より、毎年5月に浦和うなぎ祭りが開かれ、賑わいを見せている。創業200年近いという小島屋や山崎屋のほか、旧中仙道沿いには1888年創業の万獣屋をはじめ、老舗のうなぎ店が軒を連ねており、 うなぎ祭りや土用の牛の日などは特に混雑する。浦和駅、西口駅前広場別所沼公園浦和地区の2カ所に、うなこちゃんの石像が設置されている。浦和駅西口の駅前ロータリーの石像は、季節のイベントごとに持っている。うちわが、浦和区役所の総務課により取り替えられている。材質は、見陰石製で、高さは2.1メートルで、幅は0.8メートル。 総重量は2.6トンである。設置されている場所は以下の通り。他にも市内のうなぎ店の店内に別所沼公園と同じ石像が置かれている。ありがとうございます。